ずいぶん来ましたよ。少し休めば？なりません。兄が来るまでは。お兄さん？私の忘れ物を持って。忘れ物って何よ？さあ、忘れ物は忘れ物です。キャッ！え？雨。もう無理よ。雨宿りしましょう。いえ、この風速75メートルを変えるわけにはいかないのです。あ！抜けるんでーす。お兄さん来たよ。そうですか。止まってよ。行きません。どうして？それが数学の問題の使命だからです。分速75メートルで家を出た弟に、分速250メートルで自転車に乗った兄は何分後に合格へと歩み続ける君に、高校受験は栄新館。